フリードリヒ・アルブレヒト2・オイレンブルク伯爵は、オイレンブルク使節団で知られる幕末のプロイセン王国の外交官、政治家。1861年1月24日、江戸幕府との間に非広し修通商条約を成立させた。これは、他のヨーロッパ列強と同様の不平等条約であった。父は、フリードリヒ・レオポルド2・オイレンブルク伯、母は、 フォンクライスト家の出身、ケーニヒソベルクで生まれ、ケーニヒソベルク大学とボン大学で法律学を学んだ。オッペルンの政府機関やベルリンの官庁で勤務した後、1852年にアントウェルペンの総領事となり、外交官の道に入った。詳細は、オイレンブルク施設団を参照プロイセンの海外貿易が拡大し、東南アジアや東アジアの交易国を調査するため、 オイレンブルクは、施設団の代表に選ばれた。施設団を乗せた、コレベット・艦アルコーナ号が1859年10月、日本や中国、タイに向けて出発。1860年9月4日、江戸湾に落着した。9月14日には、戦場にて、老中、安藤信正とオイレンブルク艦での初会談が持たれた。百六十一年一月十五日、 ヘンリー・ヒュースケンがプロイセン王国の宿舎全福寺からの帰路で薩摩藩の襲撃に遭い翌日死去した。事件の影響はなく1月24日に日英修好通商条約をベースにした条約を江戸幕府と締結。同年9月には新国と3年前にイギリスとフランスが結んだ天津条約と同様の修好通商条約を締結した。なお、 日本では交渉中に担当者の堀井俊博氏が謎の自殺を遂げたため公認の村垣則正と条約を締結した。会談に臨むビルヘルム・一世とフランス大使バンサンベネデッティ帰国語の1862年12月8日、プロイセン内相に任命された。1864年、1866年にプロイセン王国は 行政区域を拡大させたため、オイレンブルクはこの機会に、旧区域でも包括的な行政改革を実施した。ところが、西部ではカトリックの、東部では自由主義者の抵抗にあってしまい、交渉は成果が上がらなかった。夫婦戦争前の1870年7月13日には、バートエムスで療養中のビルヘルム一世に随伴して、フランス外交官、ベネデッティ伯爵と交渉。 内容をベルリンのビスマルクに送ると、電報内容を改ざんして公表するエムス電報事件が起こった。その後、ビスマルクの干渉もあったため1878年11月30日に辞任、後任は、老いの冒頭ート2・オイレンブルクである。1881年、ベルリンで死去。オイレンブルクは成人した子供の最年長である。未婚で子供もいなかった。おいには、 ボートのほか、フィリップ2オイレンブルク港がいる。ありがとうございます。